と思います。ただちょっとなんと強い風時々吹いています。この風が競技の前、そして競技を行う間の時間に設定をいたします。姿勢次第この放送上から皆さんには検討をしたいと思います。皆様にご案内できるまでは今しばらくお時間があるので、その間に自分の気持ちの仕組みをご紹介したいと思います。放送上の周辺の距離を2つにまとめたものです。ちなみにこのどの方が入りましたかといいますと、現世界チャンピオンの富士翔です。そしてインタビュアーはただし現在少しやっぱりね風が出てきております。だいたいですね午前が非常に確率が高いんですけども、午後はですね、2時過ぎぐらいから風がね、やっぱり強くなる傾向にあります。そういうフライイン競技気球はこの競技エリアの外から競技エリアの中に設けられた、そんなと書かれたゴールに向かって飛んできます。そしてこの×印の大きな大きなゴール、この中心点にマーカーと呼ばれる砂袋にリボンのついたものを投下します。105機ありますからね、大変な数が今回世界選手権に参加をしてくれておりましてね、105機が、もし競技がやるということになればですね、飛んでいくというのを踏んでいきます。Okay, so the competition is on. The competition is on. And the task 20. Task 20. Fly in. Fly in. そして一旦ね、競技をやるというご報告を今しましたが、もしも競技の途中で風が強くなりすぎてしまった時には、ごめんなさいのアナウンスを入れることもあるかと思います。どうぞその時は気球は本当にあの風にね弱い乗り物でして、風がないと飛ばないし、ありすぎると立ち上げも競技も難しいということでご理解をいただければと思います。これに用意とっとデリケートでデリケートでね、テスタのバルーンが今立ち上がりかけていますね。もこもことちょっとずつ空気をお腹いっぱいに食べてきれいに膨らみましたら、皆様にバルーンの名前とパイロットの名前ご紹介したいと思います。さあ放送塔から見ますと、川側にねシーフィールドに見えるのは白い球皮、どうやらオフィシャルのバルーンのようですね。この後綺麗に立ち上がりましたらまた皆様にご紹介をしたいと思います。いち早く知りたいという方はどうぞ株式会社プラザが発行した今大会の公式プログラムを手に取ってみてください。ウォーリーを探せじゃないんですが、はい、あの気球を探せ、ええ、はい、ぜひ探しながら一緒に見ていただけると大会がも